それでは隠し芸大会も終わったので、皆さんしばらくご歓談でお願いします。かすみちゃん、あやちゃん、こんな盛大な新年会を企画してくれて本当にありがとうね。あ、マリナさん、お礼を言いたいのはこっちですよ。後でオーナーさんにも連絡しなきゃですね。みんなの隠し芸動画で撮ったから、オーナーにもしっかり見せておくね。マリナさんの超絶ギターテクも撮ってますか？私もう一回見たくて、もし撮ってたら私にも送ってください。あ、私も見たいです。かすみ、あや、とってもすごい手品だったわね。私、来年の新年会は絶対に手品がやりたくなったわ。ココロンとミサキちゃんのジャグリングもすごかったね。まさか一輪車にまで乗っちゃうなんて思わなかったもん。私も思わなかったから、あれはココロのアドリブなんで。え、あの一輪車アドリブだったの？そうよ、準備の時に突然ひらめいたの。それをミサキに言ったら、たまたまステージの脇に一輪車が置いてあったの。まあ、なんで置いてあったのかはご想像にお任せします。まあ、かすみ、あや先輩、二人の手品すっごい良かったよ。箱をずっと手に汗握っちゃった。ありがとう、あんこちゃん。最後はちょっと失敗しちゃったけどね。箱たちのダンスもめっちゃかっこよかったよ。私もダンスやってみたくなっちゃったもん。でしょでしょ、特にお姉ちゃんのソロ超かっこよかったでしょ。いや、やっぱりお姉ちゃんは世界一かっこいいな。アコ、もうやめろって。さすがに恥ずかしいから。だってみんなに言いたいんだもん。あ、ゆきなさん、お姉ちゃんのダンスどうでした？ちょっと待てって、アコ。ふふー、ともちんってば、アコチンに振り回されてますな。まあ、いつものことじゃない。あ、モカちゃんにランちゃん。ランちゃん、モカちゃん、今日は来てくれて本当にありがとう。おお、これはこれは天才手品師のお二人じゃないですか。二人の手品すっごい良かったですよ。ねえ、ラン。まあ、悪くはなかったかな。とりあえず、これが最上級の褒め言葉なんで。モカちゃんの隠し芸もすごかったよね。目隠し機器パン。だって全問正解だもん。あれは奇跡だよね。ほら、ラン、聞いた？あの芸の凄さ、ポピパの人たちにはしっかり伝わってるよ。わかったわかった。すごいよ。もう、その反応、ひどいなぁ。もう一回サーヤに解説してもらおうか？そしたら絶対わかるからさ、あの芸の凄さが。サーヤの解説はもう100回くらい聞いたからいいって。かすみ、あや先輩、今日は本当にありがとうございます。隠し芸大会すっごい楽しかったです。あー、おたえー、ありがとう。私のモノマネどうだった？うん、なんていうか、おたえじゃないとできない芸っていうかですよね、あや先輩。すっごい良かったと思うよ。今日は時間が足りなかったからあんまりできなかったけど、次はもっと時間をとってたっぷりやるから楽しみにしててね。うん、期待してる。はあ、お疲れ様でした、あや先輩。あや先輩と一緒に司会と隠し芸ができて本当に良かったです。ううん、それはこっちのセリフだよ。ただ隠し芸は結局最後の最後でとちっちゃったね。はあ、なんかごめんね。いえいえ、私こそすみません。私も最後逆さまに持ってましたから。つうか、二人ともそんなにへこむことなくね？
それ以外は完璧だったと思うけど。アリサ？なんか二人がへこんでるみたいに見えたからさ。それはへこむよ。だってあんなに練習したんだもん。最後までかっこよく決めたかったなって。まあ最後にらしいところが見れて逆に安心したよ。私的には良かったと思うぞ。本当に？本当だって。あれくらいの失敗なら失敗とは言わねえだろう。なんていうか、かすみを見守ってるアリサの方が緊張してたもんね。別にそういうわけじゃねえけど。私もその気持ちわかるわ。二人の隠し芸が終わった時、なぜか自分のことのようにほっとしたわ。サトちゃん、けどそれって周りに心配をかけちゃったってことだよね。いえ、そうじゃないわ。頑張っている二人を見ていると、どうしても応援したくなってしまう。そういうことじゃないかしら。きっとそんな二人だからこんなに盛大な会をまとめられたんだと思うわ。かすみちゃん、あやちゃん、楽しかったわ。本当にありがとうね。うん、私もすっげー楽しかった。ありがとう。ありがとう、アリさん。里先輩もありがとうございます。けど楽しかったじゃないよ。新年会はこれからだもん。まだまだ一緒に楽しもう。うん、そうだよね、かすみちゃん。過去形にするのはまだまだ早いよね。私たちはまだまだ止まらないよ。これからもっともっと盛り上げていくんだから。だからみんなも引き続き応援よろしくね。仕方ないよ。